ふ、あばずれがほざくの、はぁ、この口の悪さ、これもうホワイトには本性丸出しね。でも私がアバスレならあんたゴミかよ。ご機嫌のあれ、いい度胸やないか。たっぷりかいがったるで、偉人さんへの挨拶代わりや。覚悟するがいい。覚悟するがいい。私の番ね。もうこれはこんなのアバスレじゃん。しんどない女じゃん、こんなの。あーもう散らばっちゃった。画鋲がやりにくいな、前の人は。もう画鋲やりやすいやつがいないから、まあいいや。あーこれでもう一人しか当たんないっすかも。あーくそ、でも強え、単体攻撃してもつえわ。どうするかね。やってやろう。おめでとう。おい、一人一冊。俺の番だな。誰を呼ぶか。とりあえずこれやりたくなるな。デリバリーよろしく。ちょっと。で俺ダメージが入るんで、極寒によって勝てますか、ね、結構強いし、もう組めだけになってるじゃん。もうしかも洗脳されてる、もう洗脳されてる、洗脳されやすいタイプなのか、あいつは。やるか。あ、そう、迫真の演技やんのか。敵をビビリにする。見せてやる。ヒドセブ振り、ダメだよ。ここの警察、ここの警察呼ぶふりしても。神奈川では効果が薄いよ、これまた。やるか。じゃあこっち来てみる。うわ、効いている。殴ってもそれで終わりじゃん、お前も。行くぜ。絶対負けない。ハッピーバースデー。ボロボロだ。見せてやるよ。やけくそだ。なんで組はこんな耐久力あるんだ。どうするかね。押し飛んといくか。あー、痛い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 。終わりだー。全然大しておらなかったな、お前たち。よっしゃ。お、男の眼力強くなったか。うわ、強そう。オラオラバースで捨て身投げ、どっちも攻撃技だ。これは期待できるぞ。よっしゃ。ほっしゃ。魅惑の投げキス。あ、いい技きたね。そろそろ転職の時期かな。もう一ランク上がったらサッチャーが。こんなことにタレすると思ってるのか。傷害事件だぞ。傷害事件だと、まったくてめえだけはマジで面の皮が厚いよね。なあ、お前その根性尊敬するね。あら、渋谷さん、こっちは頼む3人だぞ。そっちは何で襲ってきた。えこの連中が近江連合の極道だってことは知らないよ。これとはじゃあ次からブリーチャー番衆が上に来てもらった代表が、もらったの代表が。おい、本当知らなかったのか、正直に言え。ちょっと、こわもての人たちだなと、だとは思いましたけど。なるほど、薄々怪しいと分かってた。でも自分に言うたらほったらかしにした。で、で、とこうか。おい、よく分かんないけど、そういうの世の中グレーゾーンって呼んでんじゃねえの。本当だよ、うまいな。なあ、つなぎ方がいいね。つなぎ方がうまい。つなぎ方のレスバがうまい。今、デモ隊が流れ込んでんのが、何せ時間の問題だ。こんなに大量に勝ち込まれたらいくら損費たちだって無事じゃ済まねえ。ねえ。先を急ごうよ。
こいつは洗脳されてるから多分レスは効かねえよ。こっからデモ隊曲げていくってのはどうだ。強めじゃなくていいかもな。分かった。こいつは脱がすの。バレバレだろこんなの。脱がさず行くのか。やべえの持ってきた。よっしゃ、行くで行くで。いいぞ。なんだこいつ。あー一撃ですわ。お、意外と耐える。もうテロじゃんな。もう俺これ一応紛れてる体なの。これ俺一応紛れてる体でお送りしている。10円拾ってるけど、良質な材木を拾ってるけど、ブリーチ山で連中がわさかいる。きっちり10秒取らないとまずそうだな。ちょっと待って、でも黒ウロジをガブ飲みしろ。美味しい。黒ウロジを 10杯飲んだ。うま、美味しい。おい、行くぞ。行ったるぜ。明らかに怪しい。でマリアさん気にしてねえな、あれ見てて。おいおい、こんなもんまで持ち出してんのかよ。神奈川県警何でもしないの、この暴動に対して全く触れないのか。小笠原はどうだ、いねえか。わかんない、人が多すぎ。つうか、ここに小笠原がいたとこでどうしようもねえだろ。おい、そこの暴動。あ、やべ、やべえ。さっき組めといたやろうか。こいつらネズミやで。変装してみ、まるでな。変装してねえよ俺たち。とりあえずここは逃げた方がよくない？同感だ。逃がすかい。ここで死ぬんや。いいけどね、止めときゃよかった。もうこいつら全員に画鋲ぶちのぶちまけだよ、周りのやつも含めて。ほら行け。オラオラ、オラオラバースで、オラオラバースで。あれ同じじゃない、同じじゃない、何が変わった。投げキス。あれ投げキス止めなかったっけ。あ、これか。利用にする。あ、魅了されてる。男の眼力睨みつけてビビり状態にする。あ、何あいつ。さあこんなザコにも効かなかったらしょうが。わい、銃持ち出した。あいつ銃持ち発砲してますよ、あいつ。銃よりもガビュラーつれ。ザコイよ。いや、これ試合終了でしょ。魅了されてるやつしかいないよ、もう。これ試合終了じゃないの、これ。捨て身投げ覚えた、これ。捨て身の投げ技を覚えて、引いたりダメージ与える大技。これ強そうだな。お、かっけえ。普通に強い技。ハイマサが欲しいな。
めっちゃケーキ食える。またいい女になっちゃった。スプラップショット覚えた。これはちょっと転職しようぜ。なんかみんなちょうどいい感じになった。12レベルになった。ダメ！うわー、首怖えよこんなの。そう。やめて。あー、死んだろこれ。よう。わし抜きで何おもろいことやっとるんや。アホンだら。誰だこれ。やろう。いきなり鉄球振り回してくっかよ。死んだと思った。カズガ、あいつは近江の頭補佐だ。すごいじゃん。頭補佐。石尾田レイジって名前だ。見覚えねえか。いや、どうかな。大物じゃん。あのランクの人間ならカムロ町の幹部会にも必ずいるはずだぜ。真面目感ちょっとあったよな。お前が撃たれた現場にも。マジは同じようなこと しそうだし、同じようなこと言いそうだった。うん、なんや、見覚えあるの、そこのもじゃもじゃ。あと建設業やってたから、こういう機械も操作できるだろうし。思い出したわ。我、カムロ町で大工に撃たれとったやつやな。だったらなんだ。それがどないしても強いよな、絶対。聞きてえか。涙もんの苦労話だぜ。ハンカチ用意しとけ。はあ、そんなええ話なんか。あ、話し合ってくれんのか。アホか。あの世で勝手に抜かしとれ。よっしゃ、もう一回。お前ふざけんな、マジ殺す気か。来るよ、一番。あれ相手にファイティングポーズ取る俺たちすごくない。これ相手にだよ。ガーッといったのか。巨大重機。みんな、あんな鉄球でやられたらひとたまりもねえ。鉄球の動きだけに集中するんだ。なに。だけど、他の連中から襲われたりしない。大丈夫だ、さっき見てただろう。あの野郎は身内も吹っ飛ばしやがった。あの様子じゃ怖くて俺たちにも近づけねえぜ。鉄球集中、行くぞ。鉄球に投げかればいいの。なめんなよ。なめんな。クレーン車し、これせんべいで。やあ、よし、行くぞ。せんべいが効くわけないよな。私に勝てますかね。札束のビンタで効くわけないだろ。強えな、サスターウィンター。ダメージはスラップショット。え、なにこれ。ふざけてる。攻撃技だと思わなかった、これ。アメリカ痛いのにいますよ。あ、見た。ゴミ虫があって重機に向かっていってる。引くわけないだろ。投げ技はもちろん無理だよな。いくぜ。よくわかんねえな。やばいぞ。やめんな。ちょっと攻撃力を上げよう。顎を出さなかったか。影抜い。いやー、こいつはタフだぞ。クイック。うわー、やばい、気絶状態になる。これ全員になったら罪じゃん、運悪く。てかダメージ食らいすぎている。やべえ、全体回復キャラがいないとめんどくせえなこれ。あ、あるわ、全体回復デリバリーで。イケイケコールをどうしよう。やっぱ春樹かな。やってやる。よっしゃ。春樹何で技ある。なんか春樹強くなったら強くねえかもしんない。サッチャが一番強えんだよな。あ、サッサーミンタ強えばさ。デリバリーやんなきゃいけなかったのに。それでやばい。あ、よかった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 。お、銃引っ壊れた。
あ、いや、今なら、今ならやれる、今ならやれる。本体が出てきた、本体が飛び出してきた。いや、僕ら、早く早く早く。いや、もういいだろ、もういいだろ。一番強いの頼む。あの銃器乗っ取れないのか。うわ、超強え。やってみよう。早く早く早く。ほら来いよ。いや、どうしよう、隠しようかな。いや、全部で攻撃でしょ。でもこれ、いやー、でもこれ攻撃、いやでもサッチャーの時あんま食らってないな。いや、まだ大丈夫、まだ大丈夫でしょ。まだまだいける、まだいける、まだいける。このまま、このままフィニッシュまでいけるぞ。おおおおい、ちょっと待って、もう回復する、もう回復する。乗るのかよ、お前またそれに。すまさへんで。ほら、やるぜ。誰がいいか。回復するやつ、やべ。あれ、あ、これか。あべ。あー、 HP は、HP か MP かのやつしかないのか。魔像おじさんも呼べねえし、これ MP だし、守備といい攻撃力。最低 MP になっても別にもう1ターンあれば、クエイク使うのに1回弾を上に上げる必要があったじゃん。だから多分大丈夫だよ。いや、赤いの、赤いの、これ赤いの、これ、これいつも逆呼ぶからな。青いわ。なんでいつも逆なんだよな。 MP だったら豚汁女がいるからいらねえんだよな。いや、これすごい回復量なんだろうけど。え、これ HP 回復しろよ、卵。豚汁女のがいいわよ、このだったらコスト高いし。さて、癒しの振動を使う。回復します。やべ、今危なかった。ちょっと待って、早く回復して、早く回復して。え、嘘、危なかった、回復しよかった。そんな攻撃が早いの。俺の番だな。これ決めるか。おっしゃ、とどめたらこれで。うわ、そんな銃器殴ったら痛い。パンクさせろ。とどめだ。けほども効くと思えないんだけどな。これ以上はやるか。スプレッドアイセクリオ属性噛めば強い。もうちょっとだ、もうちょっとだ。見せてやる。やった、鉄球クレーン車倒した。うめえな。スジモン情報、鉄球クレーン車。成長を感じます。鉄球クレーン車もスジモンだったらもう俺もスジモンだろうな。何でも筋もんだな。くそ、なんや、ちょこまかしよってボケが。こいつが筋もんだろ。クレーン車は関係ないだろ。なんか怖いな、なんか怖いな。ちくしょう、まだ動くのか。トライしたポンコツ。こいつ滑ったりする、怖いな。もっと決まって動かんかい。あー、なんか嫌な気がする。大丈夫か。
危なすぎる。嘘だろ、怖え、見てて。ぺしゃんこやな、ご愁傷さん。せやけど女はちっともったいないことしたの。大気やったのに。なんや、動かへんやないか。どうした。おお、なんでそれ逃げれる。いいじゃん、ぺちゃんこが。一旦仕切り直したい。お前がタイプだとよ、変なのばっかに好かれるよな。うるさい。でもマジでへこむわ。おい、どないなったんや。やつらは潰されたんか。はよ確認せえや。なんでバレないんだ。いいだろ、タイプって言われたら別に。しかしあの石尾だっての頭の補佐なんだろう。石川さんもとんでもないやつで補佐につけてんな。頭補佐は石尾だけじゃない、全部で3人いる。3人も。ああ、1人が今の石尾だ。だなんか真島に似てるっちゃ似てるけど、真島の方がいいな、やっぱり。ほど無茶苦茶やって重装備が手を焼いたって話だだろうな。私狂犬に見えて実頭は相当切れる。大見連合がカムロ町を進出した際に、いや狂犬に見えて頭が切れるってところも真島っぽい。なるほどね。であと2人の頭補佐は狂犬度が多分真島の上だと思う。うん、じゃあまめく知ってる沢城武志。ジョー、なんて呼ぶこれ、頭か。補佐つけるのは妥当だろうよ。三人目の頭補佐は、これなんて読む？天道って男でな。ん？天道？元ボクサーっていう変わり種だ。強そう。十六級ではなんだか知らねえが、今でもあのガタイは迫力もんだぜ。いや強そう。なんでボクサーが極道に？さあな、まあ生まれた時からゴールだったやつはいねえよ。その天道っていうのは関西で言うんだかしら、最も荒川に気に入られてるって噂だぜ。ふーん。石尾だ、沢城、天道、こいつら頭補佐三人衆ってわけだ。どいつもクセモンだぜ。荒川のおやつさんだけじゃなきゃ買いにならせねえだろうな。ねえ、やばいんだけど、これ世界が広がりすぎてねえか。近江まで出てきてさ、今までの竜が動くだろ、その近江だけで話がなるぐらいのレベルなのにさ、このこいつらもいるからね。コミジュルだとか、清流街とか、鉄球相手見事でしたね、春樹さん。上から見てたって、で、何の用だよ。スキルがでかすぎる。私ども手助けに来てくれるのでは、ハンピリーマンのなんとかからそう聞いています。超創始かそう聞いています。いいや、あんたのためじゃねえよ、ナンバーのためだ。でも、オウミの連中が泳いでて、そっちは行けそうもねえんだ。先ほどあんた方の叫びを見て、私は決めました。ん？決めたって、何を？ぜひ我々からある贈り物を受け取っていただきたい。お。とても貴重な贈り物。なんだ？はあ、贈り物？一体何をくれるってんだ？我々は自分たちの身を切ってでも春樹さんたちの力を必要としたい。その気持ちは本気だという証拠になるものです。なんだろう。なんだと思う。金で買えないものだって。金で買えるものじゃない贈り物。なんだろう。話が全く見えねえ。伝説の剣とか。伝説系装備でしょ。金で、店で言ってない系。そこに言っていいんで話は通じておきますの。なあ。通しておきますので。何の話だ。思いというのは漢語でお母さんを意味します。では。くそ。意味わかんねえ。意味わかんねえよ、半純銀の野郎。なんて言ってたんだ。贈り物受け取るとさ、この時何言ってんだ。
金で買えない贈り物ってなんだと思う？うーん、ミキプルーンは金で買えるだろうしな。いきなりテンパっていよいよ行かれちゃったのかな。言いたいことがあんならもっと分かりやすく言ってほしいもんだ。ハンターライセンスも金で買えるだろう、高いけど。てかさ、死にそうじゃねえか、足立さん、ちょっと。まあ、いい、入っちまうか、どうせ。なんか、いや、で、火薬魔法使っとこう。ここで飯が食いてえのに、ここが使えねえんだよな。ういーす。あ、転職しようとしてるんだ。あの、俺ら飯を食いに来たんじゃなくて、やべ、ハンター試験っぽくなってきた。なんだっけ強火でなんじゃみたいな、じっくりだっけ、弱火でじっくりか。エレベーターでもあるんだろ、その裏にあるんだろ。さあこっちあるな、これ。え、マジでありそう。ん、やーべー、何時間も走らされる。あなたたち今から見るもの聞くことは誰も言ってはならない、分かってるね。ああ、メタルギア入ってんじゃない。この人攻撃力と小水の地下居住区に出られる。は？え？なんだい。だってそんなツールあんならさっさと教えてくれっつーの。なんで敵振り回す奴らなんかでやり合う前に教えてくれなかったんだよ。確かに。ああ。まったくだ。このツール私は命かけて守ってる秘密だ。そうだな。うん。それはまあそうだろうけど。つまり小道にとってもこのツールの存在は人に知れば命取りになる弱点なんだ。それあんたたち教えたという意味分かってほしいね。この通路が何？贈り物のことなのかな。じゃあこの通路の情報が犯人からの贈り物？私が言ってること分かってくれるかい？なんだよ、がっかりだなぁ。メタルギアもらえると思ったのに。でも連絡をもらった時は身を疑ったよ。この通路を外の人間に教える日が来るなんて考えたこともなかったからね。犯人はそれだけあんたたちを信用して認めてるってことね。信用ね。とはいえこの通路は地獄の入り口かもな。で、悪い気はしないわね。よし、ここは一丁気合いで、ここの上で小道に加勢するしかねえ。そして長との約束通りナンバーを救ってもらうんだ。ちょっと焼肉食いてんだけど。焼肉食えなかった。ね、また地下ダンジョンじゃねえだろうな。もういつも地下ダンジョンだぞ、このゲーム。ご苦労様です、サルキさんが。もうあまり時間がありません。